まあだからスタッフさんだけなんですよね、リーチ。おーい、めっちゃさあ最速に近いですね。どんな麻雀遊戯王。皆さんこんにちは、麻雀遊戯王のお時間です。私麻雀大好きアシスタントの渚です。よろしくお願いします。そしてこんにちは、イーピンくんです。そしてはい、RMU、 そして渋谷アベマズの大井孝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もゲストで大井プロが来てくれてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします、 お願いします。ところで大井プロ、はい、大クワガタを飼われてるんですか？大クワガタ、はい、飼ってますよ。あ、すごいですね。そうなんですか？はい、もううちのクワちゃんは、はい、もう贅沢三昧です。クワちゃん名前、もうオスメスのつがいに対して、うん、これくらいの大きなケースで飼ってるんで、はい、ええー、いろんなものを置いてねいいなー、はい、贅沢させてます。わ楽しそう。もうね、それぐらいしかお金の使い道がなくて嘘でしょ。なんですか？え、でも他になんかやっぱ飼えるものってなんか皆さんだったらペットだったら猫とか、うん、犬とか行くじゃないですか、うん、なんでクワガタ欲しいの本当は、はあ、犬猫欲しいの、はい、だけど今母親と一緒に住んでて2人でダメだって言うのね。自分に権限がないの。なんという、もうどうせ世話できないでしょって言われて、はい、だったらもうあんまり手のかからないものっていうことで、そうクワガタ、大クワガタ、ちっちゃい頃からの夢だったの、大クワガタとスポーツカーとみたいな。あ確かに少年の頃のスポーツカーはいいやっつって、うん、で大クワガタはちょっとね、はい、可愛いんだよ。そうなんですね。ちょっと意外な一面というか、大クワガタを飼われてるっていうのは意外だったので、はい、はい、お気にしてみたんですけど、その大クワガタに対する慈愛の目がすごいすぎて、ね、好きだ、好きなんだなって、はい、お名前は2匹いるんですよね。これ本当に恥ずかしい。いや、2匹どころじゃないのよ。え、大変で3年4年飼ってて、はい、最初はアダムとイブだったんだけど、はい、そっからもう分かんなくなっちゃって、はい、いっぱい生まれて、あ、じゃあアダムとイブが子供産んだんですね。で、すげえ恥ずかしいんだよ、うん、名前が、はい、うん、ね、いいじゃないですか。でも言えるとこってタンヤオとかね、ピンフくんとかは言えるけど、あ、3匹目、4匹目、アニメのキャラに言っちゃってるんで、これは恥ずい。なるほど。これは恥ずかしい。それでも名前つけて、でももうみんな同じだから分かんなくなっちゃうんですよ。分かんなくなっちゃう。ね、自分のお気に入りのアニメのキャラの名前つけて、それが死んじゃったらすごい寂しくないですか？いや、そうだよ。対局に影響するよ。やばいやばい。オープン上がったらもしものことがあったら、それはもう麻雀に集中なんかできない。心的ダメージがすごすぎる。エムリング中には何もないようにしてほしい。はい。みんなも祈ってください。はい。よろしくお願いします。そんなですね、心優しい大井プロにですね、はい、今回はこんな企画をやっていただこうと思います。今回の企画はこちら、麻雀検証。はい、麻雀に関してのさまざまな検証をしていくこの企画なんですが、今回検証するのは最速最強と呼ばれます大井プロの上がりの速さを検証したいと思います。上がりの速さ、はい、すごいすごいとぼけ。さあ大井プロはですね、ご存知の通り最速最強というキャッチフレーズを持たれています。そんな大井プロがですね、上がりの速さ、やっぱどれだけ上がりが速いのかというのをこちらサイドで体感することで、プロ雀士の凄さを肌で感じようじゃないかという企画でございます。うん、でも最速を競うならば、はい、うん、それ相応の打ち方はできるので、あ、ちょっとは自信ありますよ。わあ、はい、素晴らしい、できるんだ、はい、ということでですね、今回どのようなことをするかと言いますと、以前ですね、ウォータニープロの時にもやりましたシャッフルじゃん、あれか、こちらで、あー、見ていただいた、ありがとうございます。こちらでですね、やろうと思います。こちら内容を簡単にご説明します。こちらですね、大井プロと渚さん、そしていきさん、スタッフさんの4人で麻雀をしていただくのですが、最初は普通に麻雀を打ちますが、6巡目、12巡目、18巡目と6の倍数順でですね、くじを引いていただいて、その都度席を入れ替えていただきます。つまり早く上がらないと、どんどん席がシャッフルされてしまって、上がることがどんどん難しくなっていくということですね。ただシャッフルされる前に最速で上がってしまえば何の問題もないということ。なるほど、はい、6巡はね、辛いけどね、60、うん、平均だって、平均テンパイがね、8巡とか10巡とか言われてる時代に6で上がれってことでしょ。そうです、はい、でもトッププロだしな、はい、自信を覗かせた、うん、すごい持ってるんで、はい、うん、
なんとかできそうな気がするね。わあ、素晴らしい。なんかすごい。すごいですね。うん、はい、60以内に、はい。でですね、こちらですね、ちゃんと、ただやっていただこうというわけではございません。ほう、ちゃんとそれに合わせまして、こちらで豪華景品を用意しております。まず60までにオイプロが上がって、上がることができた場合ですね、ディズニーペアチケットをプレゼント。ペアチケットか。はい。いないな行く人。あ、まあいいや。うん、ちょっと、うん、違う弊害が。ちょっと嬉しいけど、はい、弊害があるんだ。白鳥さんと一緒に行けばいいじゃないですか。あ、アベマズ。あいつとね、週4で会ってるんよ。週4になっても週5になってもあんま変わんない。4と5は大違いよ。そりゃそう、スーピンとウーピンじゃ大違いです。カチカチカ。でも、大井プロと白鳥プロが2人でディズニーランドにいたら、ちょっと話題になりますけどね。なんか写真撮られて SNS に上げられちゃいそう。変な噂立っちゃうよ。あいつらマジなのかと。ちょっとね、耳つけちゃったりしてね。怖いな、ちょっと怖いな。はい、でも嬉しいですね。はい、ありがとうございます。そして12巡目までに上がることができた場合、Amazon ギフトカードをプレゼント。これ嬉しい。あれ、前回と違う。一番自信がある12巡目までの上がり、僕すっごく自信あります。わ、はい、これはすごいです。まあまあそんなについてなくても、はい、ぼちぼちの手がくれれば12巡以内にあのちゃんと上がれるような気がします。わ、すごいですね、はい、これはちょっと楽しみです、はい。そして18巡目までに上がれた場合、こちらですね、こちらも豪華品ですね、はい、麻雀遊戯王出演券をプレゼント。嬉しいよ。嬉しい。渚っちに会えるんでしょ。はい、お仕事もらえるんでしょ、はい、お、これは嬉しい。あー、ありがとうございます。優しい。じゃあ、上がるだけで、おー、はい、本当に、はい、嬉しい、また出たい。はい、そしてもしですね、はい、上がることができなかった場合も、うん、一応景品は用意しております。はいはい、こちらですね、麻雀遊戯王ノーギャラ出演券。ノーギャラ、はい、うん、いいかな。わあ、ポジティブ。とことんポジティブだ。なぎさっち好きだし、いいかな。あ、ありがとうございます。よかった。じゃあ全部ご褒美じゃん。そうですね。やった。全部ご褒美と考えてくれてよかったです。よかった。というわけで、はい、こちらの豪華ご褒美をかけてですね、おいプロとシャッフルジャンをやっていきたいと思います。マージャンするの今から。マージャンします。ちょ、僕脱ぐよ。あ、それはそうだよ、マージャンするんでしょ。マージャンします。それは脱ぐよ。気合い入れてる証拠ですね。気合が入ってる。いや、別に気合…気合…あの、袖が引っかかるだけで、はい、気合なんて別にマージャンに入る気合はちょっとあの…ややこしいことするのやめてもらっていいですか。気合が入ってるじゃないで、はい、楽しみたいんだ僕はマージャンを見てて、楽しんだ方がいい結果出るから。なるほど、見てて見てて。オイプロはより楽しむためにスーツを脱いでるってこと。あ、そうです。わかりました。じゃあそんな一番のラフスタイルの多いプロとシャッフルちゃんをやりたいと思います。ということで麻雀の方に行きましょう。どうぞ。あ、ということでですね、多いプロを入れてのシャッフルちゃんがいよいよ始まるわけですが、はい、今回も解説にですね、近代麻雀編集長の星野さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。さあ、星野さん、多いプロの最速最強がここで果たして発揮されるのかということですけども。いや、一番向いてそうですよ。わあ、でもさっきも本人もこのルール一番なんか向いてそうなのが多いプロかなと。やっぱ個人のぞかせてましたからね、やっぱ自信を、ちょっと楽しみですね。はい、はい、今回ですね、とんちゃに多いさん、なんちゃにいきさん、シャーちゃんにスタッフさん、そしてペイちゃんに渚さんに座っていただきまして、6巡目ごとに、シャッフルをしていこうと思います。さあ、それでは早速始めていただきましょう。皆さんよろしくお願いします。はい、早速始まりました。まずは気になるのは皆さんの、まあ、ハイパイですよね。ハイパイですよね。1にも2にも、はい、ハイパイによってですから、はい、全然。お、あ、おいさんはまあ悪くないです。悪くない、まあ、悪くないけど、まあでも60はさすがに厳しいかな、じゃないかということですね。はい、これ60は厳しいかな。さすがに60年までいけたら相当の速さですからね。どこだろう、なんかこれといって、まあ渚さんがちょっといいぐらいかな。なるほど。ゆきさん、スタッフさんもまだそこまでがっつりとよくはないといった感じでしょうか。スタッフさんもそうです。あ、まあでも、うん、そうですね、泣けないですね。さあ、早速1巡目回りまして、あ、これじっくり、本当はじっくり育てたいな。大井さんはそんなに最速でいくもんじゃないやつですね。まあ、これは、ね、ルール的には、はい、あの、上がればいいんで、はい、はい、手の大きさは、ただね、大井さんはやっぱりそこでも見せてくれるんじゃないかな。なるほど、はい、うん、ただ上がるだけじゃなくて、ないしっかりと手を作ってくれるのではないか、作ってくれるんじゃないかと。ただこれは結構温めたい手ですね。なるほど、これ難しいですね。じっくりいきたいときに。
てフルジャンは大きな稼ぎですよね。そうですね、今のところはですね、どこに移ってもそんなに遜色ないかな、変わらないという感じで、偏ってないですね、そこまでは。なるほど、はい、今までやった中では。あ、でも渚さんがかなりはもう手放したくないでしょうねもう移りたくないパターンですね。そうですね、渚さんは早いよ、ステイで、ね、ステイで、来たいでしょうね、引き続き同じ席にいたい。そうですね、イキさんが今泣いてちょっと前進ですね、はい、なるほど、うん、シャッフルジャンで泣くってなかなか勇気ある行為な気もしますけどね。そうですね、はい、あ、でも渚さんがすごくテンパに向かってちょっと、はい、泣きましたね、泣きました、早い早い、多いプロ早いですね。これでも映った人はどういう感じで、はい、手を進める、まあでも分かりやすいかな、対応なんでね、とりあえず、はい、リキさんはもうあれですね、厄介ですね、厄介で、はい、はい、あとトンが泣きたいとかですかね。なるほど、サークさんがちょっと厳しいかな、この席に行くとちょっと厳しいかもしれない、難しいですかね、ちょっと難しいかもしれないですね、あ、テンパイ、渚さんがテンパイ、全然気づいてませんでしたけど、はい、あのカンパーソーでテンパってましたね。なるほど、さあそんな中ですよ、そんな中まさかの2回目の泣き、おい一発過ごしちゃうっていう、企画の醍醐味をもう、そうですね、はい、この企画の醍醐味を渚さんがかますパターン、うん、もありますよ、ありますね、はい、あります、あります、全然あります。おーいプロ、おっとおっと、なかった、危なかった、さすがになかった、はい、違うね、はい、さあこれでも分かる、掴むかもしれない、はい、この状態で、さあまずチャンスですね、6巡まで行きましてこ の,、はい、このパターン初めてですね、そうですね、これ面白いな誰がもうこれはもう渚さんの席にもしシャッフルで座った場合、はい、シャッフルですから、はい、もうリーチの状態で座るわけですからこれ何待ちか分かってますからね、はい、渚さんはね。そうですね、渚さんはもう映った場合でも、はい、まあ、自分が振ることはまずないないないですね、受けていて自分で積もるか、一人リーチしたら他の人のリーチはもう、うんうん、まあだからスタッフさんだけなんですよね、リーチ、あ、あっと、おーい、めっちゃ、ま、さあ最速に近いですね、ね、どんな待ちかは今知らないですから、確かにそうですね、見てね多分ね、はい、ちょっとうって思いますよ、なるほど、これでかけたのっていう、なるほどっていうことですね、あ、でもやだ、やっぱトン嫌だ、渚さんだったらかけたのか、それがちょっと終わったと聞いてみたいですね、はい、さあ、イキさんとスタッフさんは変わらずですね、そうですね、はい、さあ、大井プロ、大井プロは、はい、もうリーチで始まってます、リーチで始まってます、こういうことか、こういうことかと、これはですね、上がる可能性ありますよ、でも山にありますから、はい、まだ全然可能性ありますからね、全然可能性ありますね、はい、ただもう、ただもう、もう積もるだけですから、そうですね、積もれるから、あ、ほら、積もれない、いいですね、見せ方が、分かってますね、一回一回見せてくれる、なぎささんはもう絶対に、村田さんテンパイです、あ、テンパイしました、これはね、なぎささんと、はい、大井プロの争いになります、いいですね、老僧か、はい、肝老僧か、肝パー僧か、これはでも、大井プロはなぎ、うん、あ、でも大井プロはもうこれ捨てるのはもう決まらなきゃ、あ、積もった、あ、積もった、すごい、すごい、これはすごい、これは最速最強、これは本当に面白い、素晴らしい、これは素晴らしいですね、すごいですね、見事に予告通り、はい、7から12に一番自信があると言っていた予告通り、大井プロしっかり最速最強で、はい、証明しました、ね、素晴らしいですね、シャッフルされた後もいけたっていうすごさ、これね、ひょっとしたら大井プロじゃなかったら、はい、あれってあのなんていうんですかね、引きの、あの、そうですね、渚さんがこの形でリーチしたので、はい、大井プロが上がれたので、ある意味こう渚さんの、はい、あれですね、おかげというか、そうですよね、大井プロだったら大井プロでカンパーソーリーチしないような気がするんですよ、なるほど、だからこそですね、だからこそかもしれない、いや、これは面白い結果になりましたね、聞いてみないと分かんない、そうですね、ちょっと後で聞いてみましょう、はい、はい、ということで、無事に大井プロが、8巡目で上がりですか、そうですね、ということでおめでとうございました、シャッフルジャン、お疲れ様でした、お疲れ様でした、劇的なラストを見ましたね、わしが育てたリーチ、育てたね、育てましたよ、うん、早かったね、早かったね、もう3巡目で、もう1個前でテンパしたもんね、そうなんです、そういうことだよね、そうなんです、うん、でもなんか1巡待っちゃったんですよ、1枚出てたし、はい、分かるわ、カンパースを待っちゃう気持ち、分かる分かる、うん、
なんかそう、その断面待ちにしたいなって気持ちが一瞬出ちゃって、ね、なんか曲げるの忘れちゃって、なるほど、で行ったけど、あ、テスト関係なし、まあ行っちゃえって、ね、早いしって、そうです、いい判断だと思う、早い方がね、いいですからね、麻雀をよく知ってるなとも思いました。そう、ただ一個だけ見落としてたのが、これシャッフルするんだっていう、そうなんですよ、ロックジャンとかでリーチしちゃうとシャッフルしちゃうんですよね。そうなのよ、シャッフルしちゃいましたね。うまく利用させていただきました。すごー、わしが育てた。でも多いプロッツァンゴールです。多いプロも泣いて、そうですね、普段泣かない、ね、はい、2、2、3、4から、5を泣いて、はい、でパワーワンポンしてと、はい、サブローマンと観浪層でね、まあ、サブローマンは大体引きそうなんですけど、はい、あとは観浪層で勝負みたいな感じで、はい、苦しいんですけど、やっぱ上がり競争なので、はい、ちょっとやってみましたけど、はい、すごい、なんかもう、ね、こチャックルして、うん、大井さんの席に座った時に、おーすごい、でも防御力が低い、どうしようみたいな感じなんですよ。そうね、そう、なんか手はすげーいい、いい感じで、もうなんか、ね、うん、絶対サブローマンとか引くし、うん、いいんだけど、なんかこれどうしよう、防御力が低いから危ないみたいな、上がり競争、複雑な気持ちに、はい、そうですね、シャッフルで席が交換した時代で、もう渚さんは振り込まないじゃないですか、自分の範囲は分かってるんですよ、だからパーソーは切らないけど、はい、逆にもうパーソー引いちゃったらこの手だと作るの難しいみたいな、うん、ね、まあ、7、8層して、うん、なるほど、なんとかするみたいなっていうドラマが見られる中、しっかり積もった、うん、そりゃ積もりますよ、プロはもうやっぱさすがのサイズ、なぜなら、うん、トッププロだもん、ね、よかった、ああいうの積もって今の立場にいるんだもん、いやすごいですね、いや本当に、うん、はい、あんなの簡単じゃ、あの渚さん、渚さん、積もった人の勝ち、どんだけ積み上げようと積もった人の勝ちですよ、はい、運がね、こういうやっぱりね、運がある程度こう関係してくるような競技で、やっぱトッププロなんでね、やっぱ運量が半端ない、うん、すごいわ、はい、すごい、もう上がったからめちゃめちゃ、そうですね、はい、めちゃめちゃ言ってくる、とんでもない饒舌ですけど、ただやっぱり運の強さっていうのをはっきり見た気がしました、はい、本当に、そうですね、あそこでリーチをした卓に座り、しっかり積もるっていう、そうだろ、ペー引けよ、ペー引けよって思ってたの、はい、うん、うん、ペーを引けて、そこ行って積もれちゃう、はい、確かに、ペーって言いながらペーを引いたのやばかったっすね、はい、やばいでしょ、やばかったです、はい、ということでですね、8巡目で上がった大井プロには Amazon ギフトカードをプレゼントです、やったー、いやー、しっかり体感しましたね、最速最強を、なんか体感したときも苦しいですね、はいはい、イーピンクはずっと気のいいおじさんだと思ったんですけど、やっぱすごかったですね、はい、そうよ、トッププロなのよ、心に刻もう、うん、ということでですね、まあ、引き続きこういった検証もやっていきますので、よろしくお願いします、また大井プロお付き合いいただければと思います、はい、よろしくお願いします、ということで今日はここまで、またねー。